はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個にマスカットグリーンティーを混ぜて飲んでみました。まず香りがですね、メロンの香りでした。で、メロンもメロンで、そのジャンクなメロン、甘いお菓子のような、甘い果物のようなこうメロンの香りではなくて、上品なメロンの香りでしたね。で、味は緑茶でした。香りはメロンなんですけども、味は緑茶だったので、ちょっとびっくりしましたね。でも、緑と、生卵の黄身の色映えがなかなか良くてですね、かなり飲みやすくなっていると言えるんじゃないかなと思います。で、まあ、典型的な緑茶と同じようにですね、こう、サラサラしていて、飲みやすいジュースになっております。基本的に相性は、グーということでいいんじゃないでしょうか。ちょっとこれもですね、まだ多分あと3パックぐらい残ってて、あとスティックコーヒーが、今僕の自宅にですね、大量に残っているんですよ。なのでちょっと使い回していこうかなと思っております。まあもちろん理想論言えば、毎日毎日違う種類のですね、ジュースを混ぜて飲んでいくのが、飲んで、まあレポしていくのが理想ではあるんですけれども、まあ卵の価格も高騰しておりまして、僕の、まあ、弱者男性の経済力ではかなりキツキツなんですよ。というかもう、積み立てNISAは、やめることにしました。まあ、売らないですけど、積み立てるのをやめるっていうことですね。ちょっとまあ、でもこの生卵10個企画が、まあ、投資みたいなもんですから、まあ、これがね、いつか化けるんじゃないかなと思って、もう積み立てNISAはしません。はい。だいたい私のような独身男性は、お金を残す人もいないんですから、投資なんかする必要はないんです。はい。もう酔い越しの金は持ちません。まあ、最近それこそ食レポ、まあ、食レポとまでも今言わないですけど、こう食レポも一応やってるんですね。なぜ？で、コンビニとかでその買うので結構高いんですよね。今日は今からその豚ラーメン食べる、もう豚ラーメンでも、もう豚の僕がもう共食いしようと思うんですけども、セブンで680円ぐらいしたので、もう正直積み立てNISAをやる余裕はないですね。というわけで、まあ、現場からは以上です。